核兵器が搭載されたガンダム、試作ガンダム2号機。真面目に考えて、なんでこんなもん作った？南極条約締結以前、各族にやられまくった苦い経験からちょっと作ってみたくなった。あとこの逃げ落としによる多大な被害もだろうしね。試しに作ってみたんだろ。試作2くらいだからな。なら核弾頭までは作らなくていいじゃん。核弾頭を積み込んでるくせに警備がガバガバなのがあかんかった。後だけなら言い訳もできそうだけど、下っ端も潜入して大衣服盗んできてるからな。一発撃って離脱するだけなら核搭載型試作ジムでよかったんじゃない？ガンダムじゃないと企画通らないし、予算も削られるんで。作るならどうしてもガンダムを作りたかったんだ。ジム派はそこまで強い勢力ではなかったんだ。なんで冷却装置を手持ちにしちゃったんだろうな。稼働時は常に盾持ってないといけないから、左のマニピュレーターが機能的に無意味。核バズーカ以外も装備すること想定してたんじゃね。南極条約でお互い核を使わないようにしたときは、地球で使われるのを避けたかったからだろうし、宇宙で使う分には問題ないのでは。連邦を勝利に導いた象徴でもあるガンダムに、南極条約違反の核搭載タイプを試作とはいえ開発する連邦頭おかしい。南極条約はジオン公国と連邦との間の条約だから、ジオン公国なくなったら別に問題ないんじゃね。80年以降のジオン共和国協議でも非核締結はあるぞ。だから83年以降でも核兵器は基本非常時以外出てこない。つまり南極条約違反ではないな。なんでこんな悪役顔にしたんだ。奪われるの前提のような悪人面。連邦嫌いのが当勝者の評価がえらく高いんだけど、何が気に入ったんだろう。 GP シリーズは連邦とジオンの技術の良いところ融合させてすごい MS 作ったろってコンセプトなので、ちゃんとジオン成分は褒めておかないと。なんで核弾頭装填済みのままにしてしまったのか。核弾頭の未使用時は核貯蔵庫に保管しとけば、コンペイ島の大惨事は免れたのでは。中で核撃ってガタが来てたのに、発射実験もクソもないよな。1テストごとにフルメンテが必要になるくらいの機体なら、最初から使い捨ての安いの作っとけ。こっちの方が絶対実戦向きだよね。核使わないならごついたていらないよね。至近距離の核爆発に耐えるシェルターみたいな構造と装甲材が原因だから、そこから見直さないといけない。それじゃあこうしましょう。そもそも MS で核撃つメリットってあるん？劇中の活躍見てたら、短期で突撃するのが有効くらいわかるだろう。最強のガンダムで敵の中枢に潜り込んで吹き飛ばす大成功だったじゃないか。盗まれたとはいえ、運用方法は完璧だったよな。数年で核よりもハイメガキャノンやメガビームランチャーで事足りるようなって気づいた。核弾頭そのものを復興させれば良いじゃない。なんであんな太い足してるのか理由がわからん。基本ホバー同様の足でしょ。機体が重いから関節に負荷がかかる。ダッシュ後にドムやザメルと行動してた時、一機だけ走ってたからホバーついてないと思われる。足に大水力スラスター積んでるからごっついんじゃね。本体だけじゃ足りないので、盾にも冷却機能を求めちゃうくらい全身冷却装置だぞ。
ガトーが本編で成功しちゃってるから納得するしかねえんだよな。そうなるとその後同様の目的の MS が出てないのはちょっと謎だな。艦隊集結地点に強襲核攻撃せやならんほどの相手とは核使用禁止条約を結ぶから支柱がないからかな。開発計画は凍結されたよ。本編ではっきり言ってるじゃないの。最高の攻撃力を目指したというけど、ガンダムじゃなくて核弾頭が強いだけでは？ただの核弾頭じゃ逆シャアみたいにすごいパイロットに迎撃されて終わりだから、ガンダムで核弾頭を運ぶコンセプトなんだよ。とりあえず単一兵器としては今でも最大火力な核を運用できる MS を作ってみたかった。そしてガンダムだから予算降りた。立案したやつもゴーサイン出したやつも普通に頭おかしい開発プラン。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。